市議会議員の川口博史です。今日は環境保全のはじめとしてということでお話をさせていただきます。私もいろんな団体に勝たせてもらったりしてます。今日はその一つで割り箸リサイクルという会にも勝たせてもらいまして、3月でしたか、和城中とかでもいろいろお話をする場に同席させていただきました。大したことはしているわけじゃありません。例えばラーメン屋さんで使った割り箸を洗って集めて工場に送って、紙に戻そうじゃないかと、そういった意味では大きな、環境改善の対策ではないかもしれません。しかしこれが何で語ってやってるかというと、ちっちゃい子どもから参加してやれる、自分がやって汗かいた、子どもがちっちゃな活動で汗かいたものが、これが、コピー用紙に生まれ変わるんだよ、生まれ変わったんだよっていうような、みんなだって、ちっちゃい力だけれどもできちゃうよ、学校みんなでやったらすごい枚数になるんだよ、やってみようかということで、まずはできることからみんなでやるということが環境では大事じゃないかなと。その中で興味持った子がさらなるいろんな環境への取り組み、そして日頃地球に優しい生き方を提案したり実践していく、なかなか途中でちっちゃい頃は特にものすごく感動するんですが、だんだん大きくなりにつれ、そうじゃない部分もいろいろな中でですね出てくるかもしれません。しかしちっちゃい頃から、あ、そういうことっていいことなんだよ、誰でもできるんだよ、みんな、これ頑張っていこうじゃないか、いろいろな取り組みをまた提案したりクラスでやっていったりですね、いらないものは作らないようにしようね、作ったものはなるだけ使い回しようじゃないか、そしてどうしようもないものは、捨てるんじゃなくてリサイクルしようよ、そういった取っかかりとして割り箸を洗って工場に送ってあげると紙に生まれ変わるんだよっていう取り組みを応援しております。たくさんのいろんな取り組みがあると思います。地球環境の保全、やはり日本人の性格にはものすごくやりだしたら真面目に勤勉にやれる性格だと思っております。そういったものをしっかりと、ちっちゃい子どもと一緒になって子ども目線で環境教育、スタートをしていきたい、それまた、一生懸命取り組んである方たちのお話を聞く場を設定したり、興味を持ってもらう、目を輝かして、環境問題、楽しく関わっていただく、そのような環境への取り組みはじめ、そういったものをぜひ応援していきたいし、一緒になってやっていきたいと思います。皆さん方一緒に取り組みましょう。